皆さんこんばんは、ふきです。よろしくお願いします。あ、そうだ、こんにちはですね。私さっきから本当になんか間違えますね。さっきも挨拶した時なんかおはようなのにこんにちはって言っちゃった。突然なんですけど、私が着てるこのシャツなんだか分かりますか？この何が書いてあるか分かりますか？分かりません。あ、すいません。ですよね、ちっちゃいですもんね。羊です。羊が書いてあるんですけど、私、あ、ありがとう。あの羊年とお羊座なんです。お羊座羊年14歳ふきです。よろしくお願いします。じゃあ最初の曲歌います。逃げ道。ありがとうございます。私優が欲しかったんだ、僕も飛んでみたかった、飛ぼ飛ぼ
くつも積み重ねればすぐ飛べるさ。涙なんて僕よりも高く高く登って消えていったのでした。何回やってもダメだった。そんな僕が嫌だった。昨日もダメで今日もダメ、きっと明日もダメさ。ずっと先の僕も今と同じかな。でも明日感じだったんですけど、ちょっと歌い切りました。ありがとうございます。私さっきお羊だと、羊年とお羊だって言ったんですけど、まあ、ちょっとねさっきみんぼちゃんもちらっと言ったんですけど、私3月生まれで、まあ、2ヶ月前なんですけど、この間14歳になりました。でその私4月22日に、初のソロ CD を発売しました。イエイなんかすいません、ありがとうございます。でその13歳、タイトルが13歳の空っていう曲なんです。あ、曲じゃない、タイトルで。でその13歳の空っていうのは、まあ今の曲が空という曲だったんですけど、この曲はなんか夢をテーマにしたっていうか、夢に向かっていくぞっていう感じで、でその空が夢なわけです。13歳の夢ということで空にして、で13歳の時に全部作った曲が
入ってるので、あそこの物販のところに置いてるので、よかったら後で声かけてみてください。ありがとうございます。次に歌う曲なんですけど、次に歌う曲、これはすごく最近できた曲で、あの自信があまりないんですけど、よかったら楽しい曲なので聴いてください。電車という曲です。という曲でした。ありがとうございます。次に歌う曲なんですけど、私、小学1年生の頃からずっと歌を習ってて、でその歌習ってる歌がその童謡で、皆さん分かりますか？童謡をその先生から習っていたんですけど、その毎年童謡コンクールっていうのがあって、それに毎年応募してたんですよ。でそれでなんか去年も応募したんですけど、去年その応募した曲がいらっしゃい風という童謡で、この曲初めて聞いた時に私すごくなんか、ああすごい、なんかすごく聞いてて、なんかすごく気持ちいい曲だなと思って、すごく好きになって、で私あんまりこうライブで童謡とかを歌うと思ってなかったので、でもなんかその歌おうと思ったきっかけが矢野顕子さんっていう
うあのピアノを弾き語りするシンガーソングライターの方なんですけど、その方がすごく好きで、なんか、矢野さんはなんか童謡とかそういう昔の曲をたくさん編曲してて、私もその童謡を歌ってたので、なんか私も挑戦してみたいなと思ってやりました。ちょっとまあそんな編曲ってほど編曲もしてないんですけど、アレンジをしてみたので、ちょっと最初に原曲というか歌ってみるので、よかったら聴いてください。いらっしゃい風。風が走ってきてるのが波の動きでわかります。いらっしゃい、曲なんですけど、この曲をちょっとアレンジしてみました。聴いてください。楽しいですね。ちょっとこういう曲をどんどん自分でも素敵なアレンジをできたらいいなと思ってます。はい、次の曲はオリジナルを歌います。オリジナルの人間という曲を歌います。この曲は何だろう、心の人間の、まあ、一人一人、まあ、ちょっと心の中は読めないし、でもなんか同じ悲しみをこう分かり合えるから、なんだろうな、ちょっとみんな生きていけるんではないかなという曲です。聴いてください。人間。あなたの悲しみと私の悲しみは同じ。
ると回っている。心の中は誰も覗けない、自分にしかわからない。でも同じ悲しみの人がいるから笑い合えるんだ。ありがとうございます。言うことは言ったので、もう次で最後の曲です。はい、次の曲は次の曲は何だろう、疲れた時にすごく聴いてほしい曲なんですけど、夕方の街っていう曲なんですけど、皆さん多分お仕事とか疲れる時もあるかなと思うんですよ。私も学校とかも嫌でも疲れるんですけど、まあでもそんなもう大人とは比べ物にならないくらいもう頑張ってくれているので、私は何でもないです。はい、疲れた時に聴いてほしいなと思う曲です。はい、でもまだ皆さん疲れてないですよね。はい、まだ皆さん疲れてないんですよ。まだまだリラちゃんもいるし疲れてないと思う。違う、疲れちゃダメなんですよ。はい、なんですけど最後の曲ということでちょっとこの曲を持ってきました。じゃあ聴いてください。夕方の街、今日はありがとうございました。
とうございました。ありがとうございました。ふきでした。ふきさんです。ありがとうございます。はい、今日ははるばる山形から。はい、山形桜咲いたんだよね、この間ね。はい、桜いやもう散っちゃった。昨日すごくなんか、うん、お母さんが昨日はもう東京より山形の方が暑かったって言って。暑かったの。はい、昨日24度。40度あったら困るね。24度。そうか、山形でもあのなんだっけ、40度になったりするんだよね。そうですね、夏とか。があります。知らないもんね、そんなんね。山形、そうか。なんかね、でもね、山形寒かった記憶があるんですけども。なんか暑いんだね。寒いし、うん、暑いし、うん、大変な国。大変なとこから、はい、大変な国からやってきた、はい、ふきさん。何あのふきさん、あの何、羊が一匹。いやー、ここ何匹もいますよ。何匹いるの。え、何匹だろう。結構います。それ数え始めたら眠れないよね。あ、逆に昨日夜行バスで本当に眠れなくて、うん、あ、本当に、はい、うん、あ、羊ありましたね、これ数えてる。え、眠れなかった、大丈夫だった。いや、2時間ぐらい寝、うん、寝た。ちょっとうつらうつらしてて。うつらうつらして、はい、そうなんだ。ちょっと残念な、ね、あの残念なことが一つあって、はい、一緒に弟か。あ、弟来てたんですよ。来たんだけどここに来てくれなかったっていうのはすごい残念でね。そうなんですよ。明日は多分弟とどっかでブラブラしてます。お、東京観光。はい、いいですね。弟、どんな弟なんですか。ふきさんがもうだってそれなんか今日子供の日をこう、表すような存在感なんですけども。弟何年生。実は、あ、6年生です。6年生。実は、実は私144cm、身長が、うん、144弟147です。もう迫られてる。弟から越されてるんです。私越されてるの、はい、やばいね。そっか、じゃあ弟って言ってもお兄さんっていう感じなんだもん。いや、違いますよ。そうか、残念。それが一つ残念だったんですけども、いや本当に山形からね、無事に来てもらって。そして、なんだっけ、山形でこの間レコ発、はい、CD レコ発おめでとうございます。ありがとうございます。 CD です。13歳の時に作った曲。はい、はい、それが含まれて、はい、何曲入り。5曲入りで1000円です。はい、1000円。はい、そして今日は東京レコ発ということで。あ、そうですね。そうですねって、何、今気づいたの。あ、いや、はい、山形レコ発の次に東京レコ発ということで、今日もね、あの物販席並んでるんでね、ぜひねチェックしていただきたいですよね。はい、それが何だっけ、売り上げが、そのバス代になるのね。そうですね、交通費になります。そうなんですよ。よろしくお願いいたします。2つね、ハードルがあって、ふきさんにはまずね、テストでいい点取らないとお許しが来れないのと、そして、交通費が稼げないと東京遠征がきつくなるという、その二重苦なんでね。そうなんですよ。ぜひ応援してあげましょうよ。はい、はい、ということで今日の演奏はどうでした。すごくなんか挑戦がたくさんあったなと思って、はい、あとなんかちょっとなんか先輩のことをなんかちょっと いじったというか、なんかあの最後にちょっとひどいこと言ってしまったなって。先輩リラちゃんです。何言ったの。え、なんか、え、リラちゃんもいるのに疲れちゃダメだよみたいな、なんか、うん、変なこと言ってすいませんでした。リチギだね。そう、先輩後輩のね、この序列が大変なんでね、やっぱ子供のうちからね、気を配慮していかないとね。なんかすごいもんな、うん、すいません。今日子供の日だけど、やっぱ大人の日ですね、やっぱね、うん、
はい、ということでね、本当にちょっとゴール間近、ゴールテープに手がかかりそうな時にひっくり返っちゃったような曲あったけどね、福木さんもね、あとちょっとっていうところでね。あ、そうなんですよね、ゴールできなかった。ゴールできなかった。その続きは CD を聴けっていうことですか。はい、そうです。 CD、 あ、そうなんだ。あ、いや、そういうことです。そういう作戦だったんですね。来てくださいね。わかりました、はい、ありがとうございます。またね、次も来れるようにテスト頑張ってください。テスト頑張ります、はい、なんかテストのハードルも上がったんですよ。上がったの。点数がちょっと上がってしまって。やばいね、どんどんハードル上げられて、うん、お母さんなんだよね、 S なんだね、うん、ド S だね。ド S なんだ。言われてるね。やば、ド S じゃないですよ、優しくて好きですよ。ド S です、はい、わかりました。私ド M みたいな。どういうトークなんだっていう、まあ、子供の日です、今日は、はい、はい、ということで最後告知とかなんかお知らせとかなんかあれば。まだなんか次のライブはまだちょっと決まってなくて、うん、まあ、夏ぐらいにね、はい、大きいライブ出たいよね、うん、そうですね、ね、テストが良くないとダメなので、あとちょっとそれとあと CD です。はい、私のソロ CD の13歳の空、今日持ってきてるので、よかったら皆さんに聞いてほしいなっていう曲がたくさん入ってるので、はい、よかったら聞いてください。あと、はい、キャスファイル4も、あ、そうそう、ビンボちゃんと私と他の、うん、今流れてるのかキャスファイル4。あ、これはシンさん、そう、ね、キャスファイル4もチェックしてください。はい、キャスファイル4も置いてあるので、よかったら皆さんお願いします。はい、交通費ですね。交通費です、はい、はい、ありがとうございました。福木さんでした。ありがとうございました。